者さんのつぶやき。はい、こんにちは。小池デンタルクリニックの小池です。さあ、お口の中でね、皆さんがこう気になるものっていうのは、虫歯とかそういったものも当然気になりますが、やっぱり口臭ってものも気になりますよね。口臭、口の匂いって書きますよね。なんでじゃあこんな風にこう匂いがするんだろうっていう感じになるんですけれども、歯を磨いてもやっぱ磨いても匂いが取れない場合っていうのもやっぱりあるんですが、でも、まあ、まず最初はね、毎食後歯を磨くところから始めましょうっていう感じになりますね。よくイメージしてみてくださいね。口の中の温度っていうのは体温っていう温度があります。体温は36度前後あるわけですよね。36度前後あるところに唾液っていう唾、水分がジメジメしていて、そこには最初から雑菌が潜んでる。そこに例えば歯を磨かない場合、朝昼晩ね、食べかすという生ゴミが積み込まれていくと。言ってみれば、夏場の台所の三角コーナーに生ゴミ朝からずっと詰め込んでいくような感じ、わかりますか？それよりも環境が悪いってことです。36度、気温で考えると、もしそんな気温あったら結構ね、高いですよね。そして湿度っていう面で考えれば、台所の三角コーナーよりも口の中の方が湿度よっぽど高いです。そして雑菌っていう部分で考えても、三角コーナーは取り替えれば、また菌のないゼロの状態から始めることができますが、口は取り替えてゼロからスタートするなんてことはできませんから、そうするといろんな面で口の中の方が不利な状態です。だから同じように生ゴミ、三角コーナーはこう食べ物の切れ端だったりね、食べ物食べた後の残り物だったりするかもしれませんが、口の中、食べかすという生ゴミが積み重なっていけば、当然朝ね、朝のこう食べかすっていうのが夕方に臭くならないかって言われたら、臭くなるに決まってるじゃないですかって、そういう話ですよね。だから私、口の匂いが気になるんですっていう方がね、もしうちの院に来られてね、でも朝晩しか歯磨いてませんって言われたら、まず毎食後歯を磨くところから始めた方がいいですよって、そういう話になるわけです。まあ大体こういうような話をしてね、相手に理解してもらってっていうことも大事にはなるんですが、まあちゃんとね、やっぱり磨いてなければ、今言ったように口の中の環境はやっぱり悪いっていうなれば、匂いっていうものはね、出やすいんですから。でまた唾液っていうのがね、乾いていくと匂いがね、ちょっと臭い感じがするっていうのは、皆さんこう経験上ご存知じゃないかと思うんですが、そうすると、まあ、僕も今よく喋ってますよね。まあこうラジオで喋るのやめちゃったら放送事故みたいな時間になっちゃいますけれども、でもこの喋るっていうことをずっとやってると、口の中が当然乾燥してきます。乾燥してくるっていう形になると、唾液が乾くっていうことになりますから、そういう面でも当然ちょっと臭いんじゃないっていう感じに喋り終わったらなってくるわけです。ですから喋る職業の方とかね、あと呼吸の癖が鼻で呼吸するんではなくて口で呼吸する癖があるとか、そういったことなんかもやっぱりこう匂いの原因っていう風になってきたりもします。僕なんかだと患者さんに説明、やっぱりしっかり長く説明するので、そうすると5分間とかね、みっちり喋れば、今ラジオで喋ってるのと同じぐらいの時間になりますが、みっちり喋ればやっぱり口の中が臭いかなっていう感じになるので、次の患者さんに移動する前に口の中をデンタルリンスなどでね、うがいをして次に行くっていうようなこともしてます。ですから口の中の環境っていうのがね、実はまあそんな感じでね、夏場の三角コーナー、台所の三角コーナーよりも、臭くなる要因って結構あるんだなっていう感じだから、毎食後歯を磨き、生ゴミをない状態にしておかないとやっぱり臭くなりがちですよと。そしてそれ以外でも乾燥するとやっぱりこう匂いがつきやすいので、そういったところも意識すると変わりますよ。そういったことでまず口の匂いっていうのはこう抑えていくことができますので、口の匂い気になる方、まずそこから始めていくとどうでしょうかね。実際こう内臓が悪いのかっていう場合もあるとは思いますけれども、そこに至る前にまずそういった外的要因、分かりやすいところからこう直していきましょうっていう感じになります。はい、では今日はこの辺で失礼します。
最新設備を使用した上質な治療をあなたに。福山市江南町小池デンタルクリニック、電話 084-983-0418。